はい、皆さんこんにちは、ジャーナリストの岩上康美です。本日はですね、原子力資料情報室の共同代表にして、事務局長でもあられる伴秀幸さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。伴さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今のエネルギー基本計画っていうのが、はい、まあ、法律でこれは決めることになっていて、はい、国会報告する、3年ごとに報告するという、はい、こんな法律で決まっているそのエネルギー基本計画の現行のものというのは2010年の6月に、経済産業省がまあ決めたわけですね。はい、で、まあ、それ閣議決定していて今のこの計画になっているわけですが、それぞれの3台のポンプが3セット、それでも順送りにこうポンプで中継しながら送っているんですね。3流目とかそれぐらい大幅に増やすときには放散水を入れると。この説明はなるほど、この説明はどうなんでしょうか。結局そのまあ溶けた燃料どこにあるのか分かんないんだけれども、あのこれ高台のビューポイントみたいなところ、まあ、ここしかこのやっぱり見えるところがないんですけど、そうですね、大体 どの程度あのダメージを受けてるかなんて誰か分かるんだと。そう測定できないですよね、本当のことには、まあ、近づいてって、写真で見る程度ぐらいでしょう。そうですね、じっくりそんな調査をすることなんかできないですよ、放射線強いから。そうですよね、まあそのし4号機が一番そういう意味では急がないといけないですよね、はい、使用済み燃料全部総理に入れてるから、ね、はい、1500本以上あるわけですからね、あれ大変なんですよ。結局空気中に出して処理ができない、処理というか移動させられない、使用済み燃料を、放射線が強すぎて。だから一番大きく変わったのは、まあ、世論と言われるところで、まあ、これは抽象的な世論ってなるんだけれども、まあ、例えば生活協同組合がこれまではその脱原発を政策として決めてなかったけど今度は決めるようになったとかですね、そういう裏付けがあるものですけれども、はい、そういうふうに世論的には大きく変わった、関心の持つ人が増えてきて、まあ、集会をやってもたくさん人が来るとか、こういうふうになった、ここは大きく変わったものですね。で多分それはそんなにすぐには元には戻らないで、いろんな知恵を出し合って、まあ、その原発に頼らない工夫をしていくと思いますね。変わらないところはこれは政府の委員会ですね、まあ、大体メンバーが推進の人たちが多いようなところ を選んでいるわけですね。原子力委員会なんかは 昔はその原子力をやるという前提だったから、利害関係者が集まって、はい、うちのところは今度はどうするこうするってやってればよかったけど、もうそういう時代じゃないわけです、はい、だからメンバー